見えますか？聞こえますか？はい、聞こえます。はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。音声だけパソコンに入っていいですか？はいはい、聞こえますか？聞こえますか？聞こえるけど、めっちゃやばいな。あ、どうですかね、聞こえますか？バッチリバッチリ、いいですよ。よし、OK です。ありがとうございます。すいません、ちょっと手間かけちゃって。いいね。じゃあですね、名前と年だけ言ってもらって始めたいと思うので。はい、はい、お願いします。カンタと言います。はい、で、大学2年生で今19歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、ありがとうございます。今日書く字なんですけども、アンモライトということで、はい、カンタさんはね、化石がもう超大好きっていう、はい、この間お話ししたんですけど、小学校1年生の時に化石発掘をして、もうやばいってなって、はい、それからもうずっと化石を追いかけ続けてるっていう人なんですけども、今日はだからあれですか、はい、もう好きなものもアンモナイトっていうことでいいですか？はい、そうですね。数ある化石の中でなんでアンモナイトなんですか？そうですね、やっぱ一番最初にその、うんうん、手にした化石がアンモナイトだったっていうのと、うん、あとはその住んでた地域がたくさんアンモナイトの化石が取れる場所だったので、うんうんうん、めちゃくちゃ取れるんですよね、北海道って。そうです、めちゃくちゃ取れますね。ちょっと今回これをテーマにするっていうので、結構ちょっと調べたんですよ、事前にね。ああ、なるほど。なんかね、めっちゃ面白いアンモナイト。いや、面白いですよね、うん、調べる前本当にカタツムリとどう違うんだろうっていうぐらいの見た目のね、あれから入ってったら、そうですよね。そうそう、そしたら獣望とか希望とかあるじゃないですか。すごい。そうだ、だいぶ見ました。この辺までが獣望。そう、ここら辺にアンモナイトの南大部分が住んでるんですね。そう、で、ここが希望にもガスが入ってて、これが魚の胃袋的な役割して、ガスが入って、大きな腸を入れられるっていう。いや、すごいなと思って。カンタさんのアンモナイト愛をね、めっちゃ語ってもらいたいなと思って。ある程度ベースの知識ないときついだろうなって思ったんで。ああ、ありがとうございます。いや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 、ちょっと今日ね、6文字あるんで、ちょっと早速アーから言っていいですか？払ってるのがちょっとだけ下に寄ってるんで、上げるイメージで書いてもらえると。はい、はい、ちょっと1個書いてみましょう。こんな感じですかね。おー、上手、完璧です。なるほど、こうやって書くんですね。そうちょっとね、シュッとしてかっこよくなりましたね。カンタさん、この間喋ってから発掘は行ったんですか？発掘行ってきました。おー、もう行ったんだ。そうですね、結構ハードな、自転車で山道を30キロ漕いで、はぁ、マジで20キロやってみたいな。だって、自転車で30キロ？山道ですね、林道っていう。マジでやば。30キロ、あ、でもあれ1回じゃないんですけど、3日ぐらい行って、その合計で30キロ。いやいやいや、それでもですよ。で、川の中を歩いていくんですけど、はいはいはい、それが20キロ。いや、やば。で、車とかの走行距離が100キロでした。すごいですね、もう小旅行じゃないですか。いやー、めちゃめちゃしんどかったですね。いやー、きつい。しかもそれ、装備どれぐらい、何キログラムぐらい？装備は本当、いっぱい移動するっていうことだったので、結構軽めにして、まあ3キロないぐらいだと思うんですけど。あ、それぐらいなんだ。あ、よかったね。ただ帰り道ってもう石を背負ってる状態なので。そうだ、10キロ近く石持って帰ってる人もいた気がします。やば。そっか、ここに石の重さが加わるんですもんね。そうなんですよ。何人で行ったんです？4人で行きました。うわ、それ多いの少ないの？まあ平均的だと思います。4人は少なすぎても熊が怖いので。ああ、はいはい、言ってましたね、この間熊の話。で、多すぎても取り尽くしてしまう可能性があるので、まあ、大体そんぐらいがちょうどいい。そっかそっかそっか。あんまりあれですか、その許可はもらってるけど、ちょっと考えて量取れよって感じなんです？そうですね、やっぱり、まあ、節度大事なので。なるほど、考えて取ります。へえ。でもそれはあれでしょ、そのなんか何キロまでですよってこう厳密に決まってるわけじゃなくて、そのあ、もう本当良識の範囲。だから発掘家のちょっともう良心にかかってますよね。
そうですね。うわーすごいな、すごい信頼関係の上で成り立ってるなそれ。面白い。絶対楽しいですね。でもいやーしんどかったですけどめっちゃ楽しかったし、ね、どこが一番しんどかったですか？そうですね、やっぱ自転車はしんどかったですね。すごいぬかるんでて漕いでも漕いでも進まないようなところとかもあって、それがしんどかったですね。そういう道ってもうある程度何回も行っててここしんどいけど通れるなって分かってる道なんですか？そうですね、僕も初めて行ったところなんですけど。ああそうなんだ。まあ、なんか論文読んだりとか、はい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 、なんかそういう本とか見てみんなでここ行くかみたいな。そっかそっか、もうある程度ここでその算出したという実績がある場所に行くんですもんね。そうですね。ああ、はい、そうかそうか、なるほどな。そのまあ論文はな、その取れる場所のことは書いてあるけど、その道のりのことなんか書いてないですもんね。書いてないですよ。ほんと不親切ですよね。ほんと体力勝負だなって思うけど、すごい。体力もそうですけども、気力ですね、うん、最終的に。気力か、そうですよね。どんなに体力ある人でも、うん、化石欲しいっていう気力がなかったら絶対行かないですから。そうですよね。だって、そのしんどいの乗り越えるいいものがある、大好きっていうのがないと無理ですよね。そうなんですよね。本当好きな人しか行けない場所です。ああ、そっかそっかそっか、なるほどね。いや面白いわ。運が終わったらね、他の話も聞こう。はい。もうちょっとだけ上に払うとかっこいいですね。うんうんうん、はい、なるほど。はい、行ってみましょう。あ、はい、そう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 、上手、バッチリですね。ここが揃ってるのがね、美しいですね。あー、なるほど。そう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 。ありがとうございます。はい、発掘のあれは夏と冬だったらどっちに行くのが多いんですか？夏 100% ですね。嘘、そうなんですか？北海道って冬になると雪がめちゃめちゃ降っちゃって、あ、もう行けないのか。そうなんです、積雪1メートルとかになっちゃうともうどうしようもないんです、埋まっちゃうので。じゃああれもう冬は完全にオフシーズン？そうですね、オフシーズン、オンシーズンありますね。それはカンタさん的にはちょっと寂しくないですか？そうですね、本当、まあ、ちょうどこの時期が結構もう終わりかけっていう感じなので、その11月の頭にはもう雪が降ってしまうので、本当ぼちぼち、なんかハンマー納めって言うんですけど。面白いな。はい。そうかそうか。でもあれ、北海道の中でもちょっと南の方行ったらまだ雪積もってなくてセーフとかいうことにはならないんですか？いや、なりますね。本当 100% とは言ったんですけど、うんうんうん、実際好きな人は冬でも行くんですけど、うん、そういう人は海岸にその地層が出てるようなところがあって、そういうところにアタックしたりしてる人がいますね。うん、へぇー。あ、もう海岸だったらその雪の心配が少ないってことですか？そうですね。雪がなくて、うんうん、ほんとなんか海に打ち上げられてるみたいなので。あー、なるほどなるほど。そっか、じゃあ夏がもうガンガン取れてウハウハなんですね。そうですね、特に雪解けのシーズンが一番ゴールデンタイムで。あ、雪解けはなんか何月頃？5、6月とかですかね。あ、じゃあ5月から10月ぐらいですか？短いですね、意外と。そうなんですよ、北海道冬が長いので、あ、少ない期間にバッと詰め込んでいくっていう感じですね。すごいな、もうじゃあだからこの始まりのシーズンはもう行きたくて行きたくてしょうがないですよね。いや本当にその通りで、もうみんなうずうずしてますよ。でもその野球選手みたいにさ、オフシーズン筋トレするわけじゃないじゃないですか。そうですね。オフ何してるんですか？似たようなものはあるんですよ。おうおうおお。そのオンシーズンにたくさん石を採取してきて、うん、でオフシーズンはひたすらそれを化石を取り出すクリーニング作業っていう。クリーニングに当てればいいのか。なるほど。そうですね。はい。あとはなんかお勉強したりとか。お勉強したりね。来シーズンどこに行くか、そう、練ったりとかっていう時期ですね。なんかあれみたい、登山みたい、本当に。あ、本当登山ですね。その通りだと思います。登山もあれ結構その命かかってるから、すごい天候を読んでとか季節とかね、うんうんうん、日時設定、そうですね、すごい計画立てるけど、なんかそれっぽいなと思った。なるほどね。確かに。いや、すげえわ。そう考えると年中割と楽しいですね。そうですね、楽しいですね。あ、それ
絶対あれでしょう、化石クラブの子供とかに話したらめちゃくちゃ良くないですか、反応。あー、本当そうですね、化石好きな子たちが集まるので、うん、化石の話とか、うん、恐竜の話とかはもう絶対外さないです。あー、え、先生どこ行ってきたのとかいう話になります？あー、なります、なります。わー、めっちゃいいね憧れだもんな、多分子供にとっちゃ。だって自分一人じゃね、いけないからさ、そういう、そうです ね、やってる大人の話聞いたらすごいワクワクすると思う。夢を与える立場にいますね。ちょっともういいかな、これで1,2,3 画目が2画目より短くなるといいですね。なるほど、はいはい、はい、上手、はい、超綺麗、いい、ありがとうございます。すごいすごい、全部一発ですねありがとうございます。今までで一番きつかった発掘ってあります？きつかった発掘、そうですね、でも